点に活動している菜の花と超がトレードマークのチームです。今日は本年度の新曲を初披露していただけるようですよ。それでは埼玉の皆さん、どうぞ。結成13年目に入りました。ちょっとあの過去をこの辺振り返る機会があったんですが、2008年まではキッズチームとして活動をしていました。その後、年齢制限をなくして今に至ります。その頃は本当に当然キッズチームでしたので、小さい子が多いチームという印象だったと思うんですけれども、今は、高校生以上が約半分を占めております。大きい子がいっぱいいるチームというふうに様変わりをしてきました。はい、今年の新曲、今から披露させていただくんですが、テーマそして曲名同じになります。あるんだて、あるんだてって名古屋弁です。わかりますよね、皆さん。ここにあるんだよっていうことを言いたいです。私たちあの毎年8月に日本ど真ん中祭りの方に出させていただいてますけれども、大口町ですっていうふうに、言うと、大口町ってどこ？ってすごい言われるんです。大口町って愛知県とか言われたこと、多分大口町の人はきっとあると思うんですけれども、大口町というところが愛知県にはあるんだよっていうことをぜひ言いたいと思って、今回こういうあるんだってというテーマにさせていただきました。去年とはちょっと雰囲気が違って楽しい曲になっています。大口町はどこにあるんだって、大口町はここにあるんだって、一生懸命踊りたいと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.
最高の未来